ソニックシリーズ、生誕30周年。いやー、ほんとおめでたいことこの上なしですよ。現在進行形で作者の青春の全てを捧げ、実際にそのゲームで人生が変わったってくらい作者の大好きな IP が、2021年6月23日をもって、生誕30周年ですよ。ありがたすぎるね。当日はあれやね、ケーキとチリドッグ作ってね、お赤飯炊かなきゃよ。あぶ食えないけどそれにエゴマキを食ったら食える。よう作者よ、なんぞいな、これ。ということで書いていきます。6月テーマはやっぱりソニバス会ですよね。30周年なので特に本気と愛をコメントなて思うたんすよ。ジェネのパーティー会場風に書いていきますぜ。この時点で19人書くことが確定した。大人数の構図がめちゃくちゃ難しくてね、近いうちにツイッター赤減った変えたいな思うてもネタなくて書けてないのよ。グラソニ追加、マイティトレイも追加。今回は線画なしの画風でいきます。ソニックピットであるような感じを目指したかった。写真の枠組みは後で編集という形になった。ということで下が書くぞい。ソニックの張りとかでほぼ言えない問題もあって修正を重ねるず、今度から黄金期心がけようにも結構難しいね。ベクターがマジでソニキャラ共通のあたりが使い物にならない上にめちゃくちゃ難しい。ルージュの胸も難しい。ケーキはトレスでねえと無理よもう。色組みもなかなか難しいし、色は公式に忠実にいきます。モダンソニックのはすでにカラパレに入ってるので不要ってことで、まずソニックから。この画風の何が難しいって、そりゃ同じ色が重なった時の対処法っすよ。影を塗る。めんどくさくなったので一括して灰色を量産でぶち込む。次はクラシックソニック、マニアアドベンチャーズから色を取った。次はテイルス。最初の頃めちゃくちゃ難しかった印象を抱いた思い出。いや、そして特に白が重なってんの多くてね、塗り分けがむずいわ。そしてミー、ジェネでは顔を押さえつけられてたけど、今回さすがに写真撮るからなってソニックが配慮してくれたんでしょこれ。たまにまつげ忘れる悪いって。でもなぜかブレイズとかは忘れなさげなのよね。次はナックルズ。最初勘違いしてたんだけどね、彼に繋がってないのよ。あとマズルが他より比較的目立つのな。お次シャドウ、相変わらず針がむずい。あと靴の柵がコストが高すぎる。次はクリームとチーズ。最初色調整しにくいな思うてたけど意外とそうでもなかったわ。ただ塗りつぶそうとすると線が認識されないという悲しみ。次ルージュ。ソニキャラは過去にほぼ全員描いたことあるけどやっぱめったに描かんな。次はベクター。いやほんとこやつ難しすぎるのよ。マズルって具合じゃないほど突き出たるし、まあでもいつぞやにツイッターでブクマに入れた参考ついにながら書いてるから大丈夫だ。チェーンはペンで書かせてくれ。あんなん一個一個書けたもんやない。ケーキをちまちま塗る。いやほんとベクターはソニキャラ屈指の鬼門ですぞ。お次はチャーミーね。そういやパーティー帽かぶってんの6歳組しかおらんねんな。こやつは塗る手順に苦戦したわ。あとベクターもチャーミーもヘッドホンらしきやつがむずい。次エスピオ。難しそうな手足首は見えないので書かずに済みました。次はジェット。こいつはいつぞやの年賀状で書いた覚えがあるようなやけど大して覚えてねえな。次ストーム。エッグマンやビップ光体でかいやつはむずい。あと大体目がややこしい。次ウェーブ。ライダーズやってみたいなと思う今日この頃。しかしハードがないし EU は壊れてるし、ギアがなかなかの作画コスト。次ブレイズ。ソニックにすぐあれの推し。ああいう性格や主張のやつは大体推しになる傾向がある作者です。次シルバー。やっぱり頭のもみじが難しいのよ。クリームやルージュも手やけど白系は塗りつぶしが使えない。次はエッグマンとかモビールはぷよくえコラボから。これサイズを大きめにしてるけどそれでも結構難しかったな。次リッツ。壁紙からカエルくんと元の色を取る。上川さんの画風もとても健やで。次マイティ。モダンっぽいやつは海外限定なのでさすがに出せんかった。そんでレイも。これ腕のやつが結構ややこしかったな。消して調整。気を変えて。机とか小道具とか。
チリドッグとカップケーキと皿とコップは分かったが、あとは全然わからん。なんぞあれ。背景描いて。ちょっと調整。オーバーレイ加工。サイン描いて。写真の枠組み作って。アイリスの不調かなんかでここで回転したのが動画に反映されてない。文字書いて、縁取りしようとしたら間違えて交際を押してしまったけどいい感じになったので採用。机などの調整。最終確認として明滅の繰り返し、で完成。いやほんと10時間かけた甲斐あったわ。いつもなら1時間から3時間やってんやけどな。ほんと手間暇かけた甲斐あったな。ちなみに編集時に気づいた。ダンブルドアいっぱい忘れてた。書き直すわけにはいかないのでまた来年から5年後10年後ですね。改めまして、ソニックシリーズ生誕30周年誠におめでとうございます。作の宿メンバー一同、さらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。